はい、どうも皆さんこんにちは、コウヘイでございます。今日はですね、3月1日ということでね、今頃ですね、ファンミ東京が、武蔵野森でね、行われてるかと思いますけども、まあ、僕もね、さっき行ってきまして、ね、今日ブロマイドの方をいろいろ買ってきたんですよ。まあ、そんな感じでですね、ちょっとね、ファンミ東京行ってきたよって話なんですけども、今日はですね、昨日2月28日に締め切らせていただいた、ユニット対抗全国ツアーの、ブロマイドをプレゼントするという、まあ、プレゼント企画をですね、行っていたんですよ。まあ、それのですね、今回結果発表ということで、抽選をね、行いまして、10名様ですか、選ばせていただきました。ちなみにですね、今回応募総数なんですけども、780件も来ました。はい。700人もの方がね、応募してくださってね、本当にもうありがとうございました。まあ、そんなね、780名の、投票者の皆様を番号で振り分けまして、それを乱数でランダムでこう表示させるっていうプログラムがあるんですけども、それでね、パッパッパって選んで決まったという感じになっております。ではですね、もう前置きが長くなっても仕方ありませんので、早速ですね、シャロン、アゼリア、ギルキスという順番からね、当選者様のハンドルネームを発表させていただきたいと思います。まあ、これもね、応募フォームに書かせていただいたお名前だと思いますけども、ではね、まずシャロンから発表させていただきます。シャロンセット3名様、こちらね、当たったのは、まず1人目ケコヨアさんです。はい。そして2人目、ノレイさん。はい。そして3人目が、ソネさんでいいのかな、ソネさんということで、このお三方が、当たりました。おめでとうございます。はい。シャロンセットね、まあ、3名様当たったということで、結構ね、シャロンセットも申し込みが多かったんですよ。はい。フルコンプリートセットを除けば、多分ユニットの中で最も申し込みが多かったんじゃないかなと思いますけども、このお三方は運がありますね。おめでとうございます。はい。ではですね、アゼリアセット、こちらもお三方、いますけれども、こちらのね、3名様も発表していきたいと思います。はい。ではですね、1人目から。1人目はですね、こちら、ホリー龍馬さんっていうものかな、山編の、あれですけども、多分ホリー龍馬さんって読み方が合ってると思います。おめでとうございます。2人目が、シンジラ2099、まあ、ID の名前で、あったんですけども、こちらの方が、当たりました。おめでとうございます。はい。で、3人目がですね、ナギリンさんでございます。おめでとうございます。このお三方がアゼリアセット当たりました。おめでとうございます。はい。まあ、アゼリアもですね、比較的お申し込みの件数が多くて、まあ、これもね、いい接戦になったんじゃないかなと思います。ではですね、お次はギルキスセットの、当選者様を発表させていただきたいと思います。3人ですね。上から、ヒカッチさん。はい。そして、ギルキスは、ダイさん。はい。はい。で、3人目がですね、ヤマモーさんかな。で、このお三方が、ギルキスセット当たりました。おめでとうございます。はい。いや、こちらのね、ギルキスセット、てかね、まあ、もちろんね、シャロンセットが申し込み件数としては圧倒的に多かったんですけども、ギルキスはね、ギルキスでね、やっぱり、人気のユニットですからね、結構上位にいるような、やっぱ人気のね、高いユニットの一つですからね。まあ、シャロンはやっぱり、ヨウちゃんとかがね、いるのが強いですからね。ではですね、こちらのね、当たった方は本当に運があると思います。フルコンプセット。はい。27枚のすべてのフルコンプした、ものをお付けいたしましたフルコンプセット、なんですけれども、こちら当たった方がですね、発表させていただきます。一人だけですよ。こちらは、ピョンスさんでございます。おめでとうございます。はい。いやーね、この10名様、まあ、もちろんね、フルコンプセットがね、これ圧倒的にもうこの3ユニットを抑えるぐらいの勢いで、本当に申し込み件数多かったんですけれども、まあ、この方は運ありますよ。で、このね、10名様には、近日中に、もしかしたらメール送ってるかもしれないですけども、当選メールという形でね、当たりましたというふうに、メールの方を、応募フォームにね、書かせてもらったメールアドレスにメールの方を送らせていただきまして、また確認事項等もですね、そのメールに、含めて、お送りいたしますのでね、必ずご返信のほどよろしくお願いいたします。で、郵送に関しても、できる限り近日中で行いたいと思います。はい。ということでですね、このね、10名様はね、本当に運がありますけれども、まあ、今回ね、この10名様はね、もちろん本当におめでたいんですけども、今回参加してくださった700名以上の皆さん、本当にですね、ご応募いただきましてありがとうございました。またね、プレゼント企画、何か機会があればやろうかなと思いますのでね、まあ、多分次はどうだろう。
今回でチャンネル登録者様8000人超えさせていただいたんですけども、まあ1万人ぐらいに行ったらそれがまあキリがいいですからね。まあそういうタイミングでねやろうかなとか考えてはいます。もしですねこの動画いいなと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではですね本当にたくさんの皆さんご応募ありがとうございました。また次の動画でねお会いいたしましょう。以上浩平でございました。バイバーイ。